どうもなおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はディアスの必殺技ランキングやっていきたいと思います。ディアスは10個の技がありますので1位から10位まで発表しますね。では行きましょう。それではディアスの必殺技ランキング第10位です。10位はクロスウェーブですね。3連撃で全て当たると11、2万とそこそこダメージは与えれるんですけども、隙が多い、毎回隙があるのでキャンセルされることが多々あって、そんなに使えるやつではないですね。やっぱり連撃系っていうのがよろしくない。それでは9位、疾風突ですね。ブレイク技になるんですけども、他に優秀なブレイク技があるため、これをわざわざ使おうとは思わないっていうやつですね。確かにデモ早くって当てやすいっていうのはあるんだけども、威力もブレイク力もちょっといまいちなんですよね。では第8位、方向波ですね。エフェクトが派手なのでもう少しダメージあってよかったと思うんですけども、いまいち威力がない。これ距離によって技が変化はするんだけども、距離によってのダメージがそんなに変わらなくってちょっと残念ですね。わざわざこれを使おうとは思いません。次は第7位、ケイオスソードですね。効果で受けたダメージを威力に加算されるんですけども、この効果は別にいらなかったかな。加算されるんだけどもいまいちダメージが上がらない。まあクロードの空破山を若干連発できるっていう感じでいまいちです。次は第6位。6位は古月戦ですね。この技はちょっと中途半端だと思います。遠距離系ではもっと強いのがあるし、ブレイク技でももっと強いのがある。いいところっていうと MP 消費が低いっていうところなんですけども、後々になると MP 消費そこまで気にしないんですよね。これはそんな使わないかな。それでは第5位。第5位は円月山ですね。効果で沈黙と即死がついてるんですけども、そもそもその効果の確率が低いような気がします。あまりこれが当たったことありませんね。そして引き寄せ性能もあるんだけども、そんなに引き寄せない。ただただその場でぐるっと回るだけなので、いまいちですね。ただブレイク力はそこそこあるので、ブレイクさせたい時にはいいかもしれません。第4位。第4位はおぼろですね。これは出が速くって、さらにブレイク力もあって、かなり使いやすいと思います。で、攻撃を受けた時も後ろに回り込んで、火ダメを抑えることができる。これブレイク技としてはかなり使えると思います。連発が効くんでいいですよね。それでは第3位。第3位は朱雀衝撃波ですね。見た目は別ゲームの鳳凰天舞にそっくりなんですけども、これめちゃくちゃ強くって、ブレイク力が半端じゃない。リンクコンボに設定して2発入れると半分以上ガード削ってくれるので、これはねすごく使えると思います。ただし登ってる時に反撃を食らう時があるので、そこは注意ですね。それでは第2位。第2位は無限ですね。これ全部当てると15万と結構ダメージ与えれて、連撃だけども速くていいんですよ。一発目から終わるまで速攻で終わりますので、これは当てやすい。連撃系の中でも一番当てやすいと思います。これおすすめですね。それでは第1位。第1位、これはねダントツです。空破山ですね。一発で3回ヒットしてだいたい8万から9万ダメージ与えることができます。これもぶっ壊れです。リンクコンボに設定してもう連射するだけで大概の敵を倒せるので、もうこれだけでディアスはいいっていう感じですね。間違いなく強い。はい、ということで今日はディアスの必殺技ランキングでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。